では激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京阿佐ヶ谷にあります餃子の王将阿佐ヶ谷駅南口店さんにやってまいりました。餃子の王将といえばね、もう全国展開する、有名なお店なんですけども、なんとこちらね、なんか辛さレベルが調節できるということで、なんか激辛仕様にできるということで、今回ね激辛チャレンジしていきたいかなと思います。今日はねちょっとどうしようかな、切りよく20辛でもね挑戦しようかなと思います。それでは中に入っていきましょう。レッツゴー。関西を中心に全国展開する人気の中華料理チェーン店餃子の王将。ここ阿佐ヶ谷駅南口店ではラーメンなどさまざまなメニューを辛くできるのが特徴だ。辛さレベルを少し紹介するとしよう。レベル1、辛いけど比較的食べやすい辛さ。レベル2、とりあえず辛い、辛いもの好きにはたまらない。レベル3、とにかく辛い、火を吹きそう。追加料金を支払えばさらに上の辛さをオーダーすることが可能で、レベル3以降はデレンジャーと呼ばれる危険区域になる。今回は魚介豚骨を効かしたスープにたっぷり野菜を合わせたちゃんぽんを激辛仕様にします。さあお手並み拝見。結構大きいね、思った以上大きいよね、はい、勝手にセルフチャレンジということで20分以内の完食を目指して頑張っていきたいかなと思います。20分ですね。いただきます。さあまずスープからいきましょう。いただきます。うん、いかがでしょうか。うんうんうん、わからないです。うん、うんしか言わない。うん、喉が痛い。もうすでにジョニーさん汗が、汗すごいですよ、序盤から、うん、赤い唐辛子むせてますね。ちょっと麺をいきましょう。うん、いい匂い、魚介類。うん、うん、うん、さあすでに汗が、額の方から流れ始めております。うん、すごい美味しそう。うまいよ。ベースは何でしたっけ。魚介ベース。魚介ベース、魚介豚骨かな。なるほど。エビとかウズラとかキクラゲとか、汗が顔の穴すべてから出てまいりました。野菜の旨味がたっぷり染みてる野菜の魚介の、まさかこんなあの激辛があるとは知らなかったですけど、なんかあのごめんなさい、なんか今日知ったんですけど、はい、ここのお店5月9日にもう閉店しちゃうらしいんで、最後のお客様かもしれないですね。ジョニーさんがまだあるけどね、日にち。僕がこの20回を食べて締めると。締めをお願いします。これだけ唐辛子見て、これめちゃくちゃこう絡みついてるからね。これがビリビリに痺れます。美味しそうにすすりますね。スルクみたいな、うん、ちょっと行ってみなよ。匂いが強烈だ。ありがとうございます。大丈夫。うわ、ちょっと辛いですね。この汗が物語ってますよ。霧吹きですか。してないわ。うお、すごい量の。はい、ということでラーメンは、麺はほぼちょっと残ってますけれども、だいたい時間が今10分ほど経過するところです。今回も汁も簡易ということでよろしいでしょうか。行きましょう。お願いします。汁がいつもきつそうなんですよね、ジョニーさんの見てると。いやー、さっきの一口、口しびれますね。実は昨日はジョニーさんと2人で蒙古タンメンも行ったんですよね。まあ、でも僕ら月に1ヶ月に 2,3 回ぐらい行ってるよね、仲間と。そうですね、なんで。うん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 、はい、
それでは、そちら食べて、もうほとんど具材はなくなってまいりましたので。一応ね、なんか辛さ増し料金かかるんですけども、それ抜きにしたら650円。今回この唐辛子ね、粉末を使ってないんですよ。このわ、あの粗刻みにしたものを使ってるんですよ。唐辛子はね、細かくすればするほど辛くなるんですよ。へー、新しい。だからこう順番的に言うと、何も切ってない唐辛子、次に辛いのが粗刻みにしたもので、一番辛いのが粉末とか。残すところ5分で20分経過となります。残りはスープ3分の2程度ですかね。見てよこれ、すごいですね。輪切りの唐辛子が沈殿してますね。おい、どうなってんのこれ。やばいやばいやばい、なに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 、これ種よ。終わらせるぞ。ありがとう。お見せしました。唐辛子一つ一つを最後まで。ということで時間1分10秒残して、今回は19分で完食いたしました。ごちそうさまでした。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。これはなかなかの戦いだったよ。結構大量のね、唐辛子入ってたんですけどもね、魚介豚骨の味がね、美味しく食べれたかなと思うんですけども。鳥さん、ところで今回の、20から辛さレベルはどれぐらいでしたか？餃子の王将阿佐ヶ谷駅南口店さんのちゃんぽん20から辛さレベル、じゃらららら、じゃん、辛さレベル 6.5 です。はい、6.5 になります。見た目のインパクトで、ね、最初結構唐辛子大量に入ってたとはいえですね、まあ、非常に元の味が美味しかったんでね、食べれました。見事阿佐ヶ谷駅南口店さんのね、有終の美を飾れたのではないかなと思います。ありがとう餃子の王将、そしてまた会おうということで、今回も激辛やってきましたけれども、今日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントがあるんで、読んでいきたいかなと思います。ペンネーム竹尾ワッタさん、すごい汗やなと。まあ確かに、さっきも言いましたけど、僕ね、よくあのコメントで霧吹きしてるんですかみたいな、あまりにも汗かくから、そんなこと言われるんですけども、ナチュラルでございます。ペンネーム甲斐文也さん、暴れる君の動画だと思ってしまった。ジョニーだよ